皆さん、ついにアップルウォッチが僕たちの会社にやってきました。でもね、僕がね予約したやつはこれ5月10日なんですよ。なんでなんですか、なんでなんですかっていう怒りは、ふっ、まあ、一旦抑えておいて、同じくですね、アップバンクでですね働いている人のところに届きましたので、今日はそれをですね見せていただこうと思っております。開封ということで、はい、参りましょう。箱のね、外箱の質感とかはMacBook とかとね同じ感じになってますね。微妙に手が震えますね。さあ、もうこれは緊張の一瞬でございますからね。来た来た、うん、プラスチックっぽいもの、光沢があるものが覗いてますよ。何でしょうかね、これはね。ちょっと、ね、じゃあどうぞ開けてください。開けます。おお、なるほど、なるほど、スッと取れた。スッて、あのね、なんかスポンみたいなのを持つよね。はい、そしておなじみのカリフォルニアでアップルがデザインしたぞという文字が入っておりますね。なるほど。おお、なんだろう、なんだろう、これ。なるほど、説明書になった。取説がおしゃれ、細長いんですね、これは。お、そしてバンド、バンド、バンドが入ってますね。スポーツタイプですね、こういうの、はい、これはサイズは大きい方ですね。大きい方ですね。あのマグネットでピタッてつく充電器と、うん、このアダプターに挿す方はどうやらあの iPhone とかのものと同じものあのアダプターが入っているんですね。では行きますか、はい、本体行ってしまいますか。行ってしまいますか。参ります。あ、開け口が、ね、すごい、ここ大事。ちょっとアップでいきましょう。アップでペリペリって破るんでしょうかね。引っ張るタブみたいなのが破る感じ。どうぞ。おお、開いた。アップルウォッチが今開きました。皆さん見てください、これはすごい。ちょっと、はい、おお、美しい。これはすごい、すごいですね。どっち開きだろう。お、ちょっと、うん、どう開くか分かんないですね。そこですね、そこですね、ここですね、はい。いよいよ緊張の開封でございます。結構硬いですよ、うん、頑張ってください、頑張ってください。おー、開いたー、すげー。ドン。おー、おー、いいっすね。あ、で、これ長いこと短いこと予備で入ってるんですね。さすがアップル。ちょっと長さがやっぱり、そうですね、ちょっと並べて。いやでも、この状態からして美しいですね。つけてますよ。電源オンまでいきますか。いっちゃいますか。電源オンまでちょっと、はい、バンドの止め方ですね。止め方ですね、はい、なるほど、必要なこと必要なタイミング教えてくれますね。 Android Wear とかも他のものも見てきましたが、はい、やっぱりここで開けてみると独特の存在感ありますね、はい、おー、こんな感じで。いいですね。じゃあちょっとこの状態で電源オンしていただいてもいいですか。お、来たー、アップルマーク出た、アップルマーク出た。おー、起動してますよ。今まさに電源がこの瞬間に入っているという。何を表示されるんだろう。あのウェルカム的なこんにちはとか出てくるんですかね。 OS10 とか出ますけどね。アップルウォッチ初の電源オン、緊張の習慣でございます。一体最初に何が表示されるのか、うん、まだ出てこない。何が出るのか。ホーム画面的なものが出てくるんですかね。おー、グザッ、言いました。お、言語選択、言語選択しますね。いっちゃいますか、いっちゃいますか。日本語で、日本語で、はい、はい、設定しますね。何これ、何これ。銀河みたいな、みたいな。あれ、 iPhone と繋がってない時を表現してるんですかね。何なんでしょうかね、これは。何の画面でしょうか。え、 Apple Watch をカメラに向けてくださいって。これ見せて大丈夫、はい。これ、モヤモヤの正体はこれ QR コード的なもんだったの。すごいな。マジか。じゃあちょっといいですか、はい、あ、ご自分でどうぞ。このすごい、カメラに向けると、おお、すげえ、はい、すげえ、アップルウォッチペアリング、すげえ。何これ。ちょっといいですか、いいですか、はい、これ、これはやばい。こんなペアリング方法初めて見た。超テンション上がる。じゃあ、お願いします。設定してください。こ
チーム同じだね。かっこいい。ちょっと失礼して、アップで。かっけー、これペアリングだけでこんなに興奮するウェアブルデバイスが未だかつてあっただろうか。参りましょう。はい、どちらの腕につけますかっていう、うんうん、左手につけてらっしゃいますので、はい、左手いきましょうね。これはね、今ね、一旦なんかね、Apple ID のパスワードを求められてます。今入力されています。ということで、今 Apple ID の認証が始まっております。これ同期画面なんだろう。こういう方もないけど、いちいちかっこいいっすね、アップルウォッチは。このね、待ってるとこ、ペアリングしてるとことかの画面がね、なんかね、こうね、そこのデザインからしてやばいよ。これがね、ぐるっと一周すると、おそらく同期の作業が完了するんだろうと。で、同じく iPhone の方でも、こういう画面が表示されてるんですね。さあ、この瞬間、何が表示されるのか、カメラが捉えます、今から。アップローチの動機が終わるとどうなるのか、僕も見たいよ。そして、あ、来た来た、こっち来て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 、ちょっと震えました。震えた。あー、来たー。おー、すーごい。一話のホーム画面みたいな表示された後に時間とカレンダーが出てくるということで、無事起動しましたね、アップローチ。はい、起動しました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。というわけで、皆さん、アップローチの速攻開封動画です。繰り返しになりますが、私のものは届いておりませんがですね、同じ会社に届いた人がいましたので見せていただきました。超いいですね。もう僕なんかね、アプローチね、この開封の儀をね、一通りやっただけでなんかね、もうそのなんだろう、これだけで相当いいですね、なんかね。うん、楽しいですね。どうですか、最後に一言感想をいただければと。そうですね、ちょっとまだ全然使ってないんで、これから使う。そうですね、そうですね、なんか楽しみですね、はい。というわけで、皆さんもですね、アップローチね、これはね、いいんじゃないでしょうか。ぜひゲットしちゃってください。そしてアップローチをゲットされた方はですね、アップバンクストアにアクセサリー、今たくさんもう予約が始まってますので、ぜひ保護のするものとかね、ケース類とかもですね、傷をつけちゃう前にですね、ご購入いただければと思いますので、概要欄、この動画の説明文にあるリンクからチェックしてみてください。バイバイ。